神戸市交通局750系電車は、神戸市交通局が、かつて所有していた神戸市電の路面電車車両である。750型は、戦前にロマンスカーとして、なお馳せた700系のいわば後継者的な存在として、1949年から1953年に、かけて751から760の重量が、製造された。 ようやく復興なった神戸市交通局、長田車両工場で戦前のような設備は整わないまでも、なんとか車両製造が可能な環境が整ったので、まずは車両を製造してみようということで作られたので、ある。車体はすでに登場していた900型から中扉部分の車体を縮めた形で700型よりも短くなった。電装機器類も新たに製造されたものである。 まず751、752の2両が1949年に登場し、1951年に753から755の3両が増備された。終電装置は751、752がトロリーポールなのに対し、753から755はビューゲルとなった。 やや間が空いて1953年に増備された756から760は市民からの要望に応える形で待望のロマンスカーとして製造された。室内の座席には、出入台付近には1人掛けの転換クロスシートが前後合わせて8脚、中央部には2人掛けの転換クロスシートが16脚、並ぶ日、室内灯は窓状に蛍光灯を並べて装備するという、 従来車とは一線を画する出来栄えで、市民から大変歓迎されたという。しかし、乗客像が続いた当時の神戸市電においては、クロスシート車は乗客収容力に欠けるため、ラッシュ時には使用することができず、昼間においてもあまり使用されなくなるなど、やや宝の持ち腐れ的な状態になってしまった。そこで、交通局では、 クロスシートのロングシート化に踏み切ることとなり、1963年に改造を実施、ロマンスカーとしての750型は10年で消滅した。なお同時に窓枠下段のアルミ差しシ化が実施されている。その後は重量ともに揃って使用され、この漢字庫にあった760は、側面窓すべてがアルミ差しシ化されている。750型は、1970年3月の やまて、神沢、妻の各線が廃止された際にも、廃車を免れたが、結局同年8月1日付で廃車された。このうち760は、解体を免れて、極工場で保管されたが、結局片側の運転台部を除いて解体された。現在、神戸市営地下鉄三オ谷車両基地に保管されており、車庫の一般公開日に、 同じく保存されている 700K705 や 800K808 ともども公開展示される。また、705の車内に設置されているクロスシートは本形式からの流用品である。ありがとうございます。